本日ご紹介させていただきますのは、メタルビルド、クロスボーンガンダム、フルクロス、XO の続きを上げていきたいと思います。えー、こちらの方が、えー、開封したものですね。で、まあ、前回と同じように、この、前腕部が回線も、すごく良くて、で、ここも、回線するんですよね。ここの手,手の、前腕部の方も、この辺も回線するんですよね。 すごいやっぱいいですよね。で、えー、後ろに、バーニャの方も、コアファイターですかの方も付けさせてもらって、こんな感じですね。本当にかっこいいですよね。うん。でね、色がね、すごく、綺麗です。 二重関節になっていますし、やっぱりこの膝の曲がり方とかいいですよね。で、腰の回線ですね。すごくかっこいいです。あのー、X1 よりも X1 の方が全然自分は好きですね。かっこいいと思います。で、前回の動画では X0 という風に言ってたんですけど、 やっぱり正式名称は、あの、XO みたいなので、あの、言い間違いしていました。ほんとね、かっこいいです。で、今度はその、こちらの方、フルクロスの方、マントの方ですよね。で、もうこちらの方は、えー、っと、付属品の方は付けさせてもらっています。こういう感じで。 こちらが、あのー、右のマント。で、こちらの方が、左のマント。になっています。こんな感じですね。あのー、これを装着すると、もう、えー、内側どんな風になってるのか、お見せすることができないので、 で、このすごいね、マントの色が綺麗なんですよ。ちょっと自分の画像では、単なるグレーだけではなくて、ちょっときらびやかなグレーになっているんですけど、すごくね、綺麗な色です。ほんと自分好みですごいかっこいいなと思っています。これをちょっと今から装着していきたいと思います。 マントの方を装着させてみました。結構ね、やっぱり装着が苦労します。こちらが正面になっています。結構ね、あのー、自立の方が自分の中では不安定なので、こんな感じで、ソードの方を自分は、えー、っと、着用させてます。こんな感じですね。やっぱりフェースの方がイケメンです。で、いつものごとく、 首の、顔の方の開閉ができるので、すいませんね。ちょっとポロポロ外れてしまいますが。結構ね、装着の方に時間かかってしまって、マントの方が結構ね、あのー、本当に装着の方が、細かいィテールだけに、 あの、あって、結構やっぱりポロポロ外れてしまうので、まあ、こんな感じですね。フロントがこんな感じ。で、レフト。この横のドクロがかっこいいですよね。この顔が。で、バック。すごいやっぱシルバーで綺麗な色ですよね。バックの方がこんな感じになっています。で、 ライト。ドクロ。このドクロの顔がかっこいいですよね。で、もう一度フロントです。こんな感じですね。結構ね、やっぱかっこいいですよね。で、色合いもすごく綺麗です。あのー、フルクロスをこの マントの方装着って結構時間かかりますね。久々につけてみたら、あこん結構大変だったなと思いました。まあ自分はこの、えーたえー、ポーズの方で飾ろうと思っています。こんな感じですね。本日ご紹介させていただきましたのは、メタルビルドクロスボーンガンダム XO フルクロスの方をご紹介させていただきました。